どうも皆さんこんにちは、小村康です。よろしくお願いいたします。本日も私が体験した不思議な話をお送りいたします。いや、これはね、出来たてほやほや、つい先月私が体験したお話でですね、まさにこの家で起きた、出来事でございます。僕は寝室でですね、まさにこの奥が寝室なんですけど、夜中3時か2時ぐらいにですね、こういうなんか幸運になって横になったんですね。壁沿いに横になってたら、ボンってなんかこう僕の肩に手らし、腕みたいなのが、ボンってバウンドした感じがしたんですね、ここに当たって。ボンって。何と思ったんですけど、まあ、何もないわけですよ、と。何これと思って。気のせいかな。なんかまあ、寝ぼけてたしな、と思って。その日は気にしなかったんですけど、で、2日後ぐらいに、また同じように、2時か3時ぐらいに、またパッとなんか目が覚めて、ああ、またこんな時間にちょっと目が覚めちゃったなぁと、あんまし気にしなかったんですよ。したら、声がしてきたんですよ。男性の声。男性の声で、真ん中に布団を敷いたら、みんなで眠れるよ、みたいな感じのを言われたんですよ。言われたんですね。で、僕は何のこっちゃわからんから、え?って思った瞬間に、僕の胸の上に、男の人の顔が、バンってバウンドしたんですよ。その瞬間は、さすがに怖かった。久しぶりに。まあその日、まあその次の日ぐらいか、次の日ぐらいにまあなんか軽くお香を焚いたりとかして、なんかちょっと、こう空気入れ替えたりとかして、セルフでお清めしたんですけど、そこから、その日からは特に不思議な現象は起きてないんですね。いやー、何だったんだろうっていう感じです。だから、多分3日か4日間ぐらいは、僕の家に滞在してらっしゃった、あの方は。っていう、不思議なお話です。いやー、まあね、夏の時期ですからね、そういう話もあるかなと。いかがだったでしょうか。いやー、まあ実際の話なんでね、ドラマとかみたいに物語があるわけじゃないんでね、なんか、かいつまんだ話みたいに、なっちゃいます。だけど、まあね、僕が体験した、ひと夏の不思議な思い出でした。本日もご視聴ありがとうございました。